お帰り、プロデューサーさん。雨の中お疲れ。あ、肩のとこ濡れてるじゃん。タオルタオルと。よし、吹けた。もう風邪ひくなよ。うーん、てか、最近、ちょっと働きすぎてないか忙しいのはわかってるけど、それでぶっ倒れちゃったらさ。 な、なんだよ。あたしが心配したら変化いいだろう。あたしとプロデューサーさんは、仕事の、パ、パートナー、じゃんか。気にして当然だ。ほら、あたしは、学校も仕事も充実してるしさ。たまに夜更かしするけど、生活は大体いい健康的だもん。それに、若いしな。でも、 私と違って、プロデューサーさんは大人だからなぁ。大人になると、疲れがなかなか回復しないって聞くしなぁ。うーん。せめて、パーッと遊びに出かけて、気持ちくらいはリフレッシュするとか、忙しいから無理か。あ、いや待てよいい考えがあるなあちょっと付き合ってくれよ すぐ済むし、きっとリフレッシュできるからさあたしを信じろってそれじゃ傘持って、出発だよしよし。お前、元気にしてたかうん、濡れてない。どこかでちゃんと雨宿りしてたんだな。<laughs> えへへ。いぞほら かわいいだろう、プロデューサーさん。この子、このあたりが縄張りらしいんだけど、妙に人懐っこくてさ、撫でさせてくれるんだ。こうして撫で撫でしてやると、心がゆったり落ち着いて、癒されるっつーのかな。私だけの秘密のリフレッシュスポットってわけ。でも、プロデューサーさんは特別だからさ、一緒に頑張るパートナーとは、 嬉しいことや楽しいことも分かち合うもんだろああ。わざわざ連れ出して、大したことじゃなくてごめん。でも、私はこいつに癒されるから、プロデューサーさんもそうかなって。それに、猫だけじゃなくて、綺麗な風景とか、街角アートとか、私が見つけた面白いもの、好きなもの、どんどん教えるよ そういうので、プロデューサーさんが元気になるといいなだからまずは、こいつを存分に可愛がってみろあたしと一緒に